李徳優850年1月26日は中国、東大の政治家である、上州山高献を本願とする、東大屈指の名門、李氏の出身。字は、文行、県総長の最小であった李義助の子である。徳優は、幼くして、学を治めたが、家挙に応ずることを良しとせず、恩陰によって高所郎となった。百二十年、僕隆が即位すると、 管理学士となった。ついで、822年には、中書と練りとなった。その頃より、牛僧樹やり高し便らと対立し始め、牛利の闘争として知られる東大でも、最も激烈な宝刀の災いを弱気した。また、後世の仏教徒からは、同志の長期心と共に、海商の廃物を弱気した、超本人である、として非難されている。慶僧の第二、 節疑士観察士となって、認知に前世を敷き、帝をいさめる等の功績があった。829年、文総大では、兵部次郎となった。時の最小、廃旅は、特有を最小の列に加えるよう推薦した。しかし、李高氏便が、勘岸と結託して、先に最小の位についた。逆に、特有は、低滑節土師として地方に出された。 839年には日本からの留学像縁人から天台山留学への便宜を要請されているが、節度市の自立が進んだ現状では、直居は出ないだろうとする見通しを示している。実際、直居は降りず、縁人は不法滞在の形で天台山を目指すことになる。840年、武装が即位すると特有が最小となり、地方の藩鎮の災いを除いた。 その功績により、大英国公となった。しかし、戦争が即位すると、再び、長州市は、さらに崖州市古参軍に左遷され、そこで没した。晩年に、中国東大の武装の時に最小となり、後に、政敵の企みのため、最終市場に編せられた人であるが、一方で、白楽天と共に、東大の増援大家として、新職種は、 中国造園加工の中で造園史上の八大化の一人に挙げている。李徳雄は、現在の河北省三高県割両合割両村の大泉寺となっている地に、平泉荘と称する別荘庭園を造園し、周囲獣家里の敷地内に百余の道を建て、その庭園には木松、木末、懐石が多く、花樹や多くの珍しい植物が各地から寄せられて、当代の名園とされたが、 自ら、平山道総目書記の、お書き、また、彼の没ごとぬ庭園が人手に渡ることを恐れて、平泉三教開始尊記を書き残した。特に、解消一品集は、李徳優が最小として、手腕を振るった六年間に書いた聖、章、上層文などをまとめたものである。ここには、彼が処理した、ウイグル帝国崩壊後、南へ逃れ、 東北編へと流れてきたウイグル一派への対応や、秋吉軍節土し竜の反乱の平定など、当時の政策の予想をダイレクトに描き出す文章が、多数載せられ、武装機の政治史のみならず、遊牧民の歴史の観点からも、重要な資料として注目される。日東愚法巡礼行記、改正4年正月17日上、森正明、漂流、遭難。 党の国情変化と検討士事業の行方、検討士と古代日本の対外政策、ありがとうございます。